私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。平野紫耀は黒髪、横浜流れ星は金髪に。突然の髪色変更にファン騒然、髪色当て問題。次の髪色何色がいいかな？当の本人たちと同じように、金髪がいいか、黒髪か、紫の髪色問題は永遠のテーマ。平野紫耀。4月から5月にかけて開催した初のドームツアー。キング&プリンスファーストドームと2022ケラミスターからでは金髪だったが、主演する10月スタートの TBS 系金曜ドラマクロサギの役作りで黒髪に。横浜流れ星ブレイクのきっかけがピンク髪だった横浜は、 TBS テレビ日曜劇場オールドルーキーへの出演で金髪に変身。最近はダークカラーの印象が強かったが、やはりハイトーンもお似合い。丸横浜流れ星インスタグラム @LIUCIYOKOHAMA オフィシャルより、岩田豪天、エグザイルや三代目 JSOUL ブラザーズへの活動ではハイトーン、俳優業では暗い髪色の印象がある岩田。10月には初のソロアルバムを発売し、11月からはライブツアーもスタートする。丸岩田豪天インスタグラム @TAKANORIIWATAオフィシャルより、高杉誠中。7月の映画移動辞令は音楽隊完成披露試写会では黒髪だった高杉。9月の大ヒットお礼舞台挨拶で驚きの変身ぶりを。突然の変化に、次に出演する作品がヤンキーものではと予想する人も。犬飼家城28、読売テレビ日本テレビ系で放送されたドラマ K×役危ない相棒で10年ぶりの金髪に。本人のインスタにはヘアメイクさんがついにツインテールにしてくれてご満悦の様子と。丸犬飼騎乗インスタグラム @@スーヒロ犬飼オフィシャルより、ヘイセイジャンプイノビ系インスタを見ている人たちに次の髪色を決めてもらう斬新な試みで、より距離感が近く。丸ヘイセイジャンプインスタグラム @ヘイセイジャムプオフィシャルより、最近話題になったイケメンたち。ここ最近ガラッと印象を変え話題になったのが、4月から5月にかけて開催した初のドームツアーキング&プリンスファーストドームと2022ケラミスターからでは金髪だったが、8月のボシロムアクアロックスワンデー UV 新 CM 発表会に黒髪で出席し驚かせた平野紫耀25や、10日ほど前は黒髪だったのが映画アキラとアキラの公開直前イベント8月で金髪になって登場した横浜流れ星26。10月に初のソロアルバムザ・チョクラットボックスを発売し、11月からはソロでのライブツアーをスタートさせるためハイトーンカラーになった岩田豪天33。同じ映画移動辞令は音楽隊の完成披露試写会では黒髪。次の大ヒットお礼舞台挨拶で驚きの変身ぶりを見せた高杉晋中26など、金髪から黒髪、黒髪から金髪へとスタリングを変化させたことについてヘアメイクのナヤさんに聞くと、ガラッと印象を変えることができる一番の方法が髪色。その中でも金髪は特別感がありますよね。もともと皆さん、とてもかっこいいのですが、金髪にすることでさらに美しさが際立つ。平野くんに関しては肌の透明感なんかがより増して見えるなと思いました。イケメンなら誰もが似合う髪色ではないという、割とフラットな顔立ちの方で顔の印象がぼやけてしまう方もいますよ。ご自身の肌や瞳の色などのパーソナルカラーに合った金髪に仕上げていただければ、そんなことはないのですが、伊能のアンケート結果のように黒髪も根強い人気があるが、黒髪はその人の持つ美しさを再確認できますよね。垢抜けている人だらけの中で金髪に比べると目立たない髪色だからこそ、その人がもともと持っている整った顔立ちが持つ力を感じることができると思います。どちらの髪色でも魅力的なイケメンたち。皆さんはどちらがお好みですか？
次の髪色何色がいいかなとグループのインスタグラムで黒髪にするか金髪にするかのアンケートを行った平成ジャンプの井伸系32。その結果、黒髪 56%、金髪 44% のヘアカラーにしたことを再びインスタで報告した。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。